マリー・ボンファンティ、国威の盗賊のポスター、1866年。マリー・ボンファンティは、イタリア出身のバレエダンサー・バレエ指導者である。イタリアやロンドンで舞台に立った後に、アメリカ合衆国に渡り、国威の盗賊という作品に出演して、人気を得た。アメリカ合衆国で、バレエダンサーとして活躍し、現役を退いた後は、ニュー、ルース・セント・デニスの死として知られ、 アメリカ合衆国のバレエ発展に貢献した人物である。ミラノの生まれ。ミラノスカラザのバレエ学校でカルロブラジズに支持し、個人的な指導も受けていた。1860年代の前半に舞台デビューし、イタリアやロンドンで踊った。1866年、ボンファンティはアメリカ合衆国に渡り、その地での活動を開始した。契約に際して彼女は常に、 プリマバレリーのアストルータの称号を要求していたという。トベー語のボンファンティは、オーパリバレエ団に加入し、同じく、ミラノ出身のリタ・サンガリと共に、プルミエール・ダンスウーズを務めることになった。ボンファンティはその年の9月10日に、ブロードウェイにあった、ニブロズ・ガーデン劇場に初登場した。大パリバレエ団は、同劇場で9月12日に初演された。 国威の盗賊という作品に出演した。この作品は人間の魂を毎年一人ずつ悪魔に捧げるという契約を結んだ、通称を国威の盗賊というペテンシュとその犠牲になりかかる若い恋人たちの物語であった。国威の盗賊は純粋なバレエ作品ではなく音楽、ダンス、演劇を取り混ぜた一大スペクタクル作品で上演には4時間半を費やしたという。 この作品はニューヨークで16ヶ月も続演するほどの大成功を収め、その後アメリカの各地を順延した。なお、国威の盗賊は後世の人からアメリカミュージカルの始祖と言われるほどの重要な作品と評価され、アメリカの舞台芸術史上に大きな位置を占めている。ボンハンティはその後アメリカ合衆国の各地を順演し、国威の盗賊のようなミュージカルレビューに いくつか出演した。1882年7月15日、メトロポリタンアルカサルコンサートホールでのシルビアにも出演している。彼女はミラノイタリア大歌劇団という団体のプリマバレリーナを務め、またニューヨークのメトロポリタンオペラ歌劇場のプリマバレリーナを1885年と1886年の両年に務めた。ボンハンティの舞踊表現における活動は、 1860年代の半ばから20世紀の初頭にわたって後半に継続しアメリカ合衆国のバレエ発展と普及に大きな貢献を果たした。彼女は1892年に一度引退したが、1901年8月に復帰してかつてオーパリバレエ団で共に踊ったリタ三ガリと合同でメトロポリタンオペラ歌劇場で公演を行った。引退後にニューヨークで 舞踊学校を開設し、1916年まで指導に当たった。アメリカ合衆国におけるモダンダンスの先駆者の一人として知られるルース・セント・デニスは彼女の教え子であった。ボンハンティはジョージ・ホフマンという男性。エビー日本では現代通りのブラック・クルークという表記や黒い悪人という表記も見られる。ABCDEFGHIJKLMNO オックスフォードバレーダンス時点ピアニッシ五512から 513ABCDEFG 鈴木ピアニッシモ、208から210ミュースメンツザニューヨークタイムズセプテンバー 101866P5 オックスフォードバレーダンス時点 P177 オックスフォードバレーダンス時点 P190ABCDEU3 ピアニッシモ、 178から180ミュースメンズニューヨークタイムズジュライ161882ピコグラム6リバイバルオブザバレーザニューヨークタイムズセプテンバー 11901PSM3 ザボンフォンテロマンスザニューヨークタイムズディセンバー 311876P5 ありがとうございます